おはようございます。7月2日の朝5時になりますね。今、計量終わったところでございます。ガチンコマッチョクラブメタボ47の久保です。今、ご覧いただいているグラフがですね、私が6月4日からプランクと食事制限をしながらね、ずっとつけていた体重のグラフなんですけども、いかがでしょうか。あこういうふうな形になってますよ。始まったのがここですよね。80 6 5以上あったわけですよまあ87に迫る勢いだったですね、えー、そこからあ減量をしながらですね現在は今日8 4 1キロになりましたまあ3キロ減というわけではないですけどもまあ2キロ少々体重落ちましたよねで感じながらですねこれが瞬間的なことではなくてコツコツ落ちてるってことなんですよ一直線に見るとこういうふうにあっ失礼しました こういうふうに言ってるように見えるんですけども、それまでまあチャートみたいにね、見てると、高値がこうやって切り下がってるわけですよね。で、安値もこう切り下がってると。昨日は結構体重が少なかったですけどね。こういうふうな形でトレンドラインが形成されるわけなんですよ。要するにですね、前回高値という言い方はね、変な言い方になりますけども、ここ、 よりも体重が上回った日ってのはないわけですよね。で、次の点、ここ、ここよりも上回ったところもないと。ちょっとここはね、えー、だいぶ上に行きましたけども、まあ、ギザギザしながら、ギザギザしながら右肩下がりになってるのは間違いないと思うんですよ。うん、まあ、こういう形でね。 体重が減ったのはなかなかありがたいことだと思います。今日は8 4 1 k ロということですね、うん。こうやって数字で捉えていくと成果が出ていることが分かります。だいたいね、1ヶ月で1キロから2キロが適正な体重の下落幅だということです。引き続きプロテイン取りながらやってい,くもやっていこうと思います。ありがとうございます。